こんにちは。今回は氷川きよしさんのイベントでのコメントや進路線に対してのお母さんの言葉などについてまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。歌手の氷川きよしが豪華都内で行われた格安スマホキャリア X モバイルの新 CM 発表会に出席し思いを語った。同日に公開された3種類の CM に出演している氷川は CM でも着用しているグリーンのグラデーションスーツで登場。格安スマホ業界ではトップの店舗数である同社のイメージキャラクターに選ばれたことを、こんな素晴らしい商品の CM をさせていただいて嬉しいと喜んだ。また3種類の CM のうち1つは氷川がビジュアル系バンドのような形で話題になった限界突破サバイバーを彷彿とさせる黒い服とクールな表情のもので、ホワイトキヨシ、ブラックキヨシ2つの表情が楽しめる。グリーンの衣装を目に優しいと笑わせた氷川は、黒衣装については2つのことを楽しめたのでテンションが上がった。最近はロックも歌っているので2つのことを表現できて楽しかったとにっこり。また海外でも使える Wi-Fi ということもあり、フランスとか行ってみたい。アニメがすごい人気なので、いつか行っている間に向こうで歌ってみたいと夢を語った。今回の CM にもつながった限界突破サバイバーの人気にありがたいですよね。たくさんの方が話題にしていただいて、兄様にも届けてもらって、縁が広がって、曲にも感謝してますという氷川は、歌の面でもビジュアルの面でも新境地を開拓。コンサートの時は黒いアイシャドウを入れて歌う曲が2曲、その後すぐ着替えてシャンソンなんですけど、今までアイメイクを落としてたんですけどというが、今はそのまま、着替え時間も2分ほどしかないし、ないとすっぴんみたいで、と、すっかり板についているようだ。また、周囲の反応を聞かれると、うちの母はすごい喜んでくれて、と語り、やるんだったら徹底してやったらって、メールでやったことあったんですけど、徹底的にやったら、真っ黒に塗ったらいい、あんたらしくやりなさいって、と笑い、家族の温かい言葉も進路線との両立に一役買っているようだ。CM のテーマにちなんだ限界突破したいことについては、20年間演歌を歌ってきた。42歳になって、自分らしく自分の好きな音楽を表現したいと思っていて、ジャンルにとらわれない自分を歌で表現したい。演歌もロックも歌いますし、苦しんだり悩んだり嬉しかったことや、いろんな曲を自身の限界を突破して歌っていきたい。誰もやっていないことをやりたいと宣言。歌って何を伝えるのかが大事。言葉をメロディーに乗せて伝えるものなので、伝えるべきものを伝えるためにただ歌っている。何も伝わらないことは意味がない、と強い決意も語った。また、ちょうどノーベル化学賞に、携帯電話にも使われるリチウムイオン電池の開発者、吉野明、旭化成名誉フェローが決まったことについても聞かれ、
71歳若い、すごいですよね、と拍手で称えたが、僕も昨日、三四電池を2本買いました、と、リチウムイオン電池ではない話をして会場を笑わせていた。壇上では、同社の日野正成社長が500回以上聞くほどのファンだと聞き、限界突破サバイバーをアカペラで合唱して盛り上げるなど、神対応も連発していた。このまま年末まで活躍を続けて、紅白でも歌を披露してほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。